皆さん、こんにちは。まえです。今回は、3月9日から、全世界170国リリースのサマナーズ・ウォー・クロニクルの解説になります。こちらのタイトルは、将来的に NFT の要素を取り入れる可能性があり、非常に注目を集めています。ラヒルを守る召喚師を紹介する。気になるデバイスは、PC、iPhone、Android。すべてから接続可能で、クロスプレイが可能です。クロニクルは、プレイヤーが召喚師となり、育成した召喚獣と冒険に出る本格 MMORPG です。審判の時間です。あなたは私が守ると誓おう。前作サマナーズウォー、スカイ・アリーナは、全世界1億8000万ダウンロードされていて、スマートフォンの売上トップ10にもよく入っているので、絵柄を見かけた方も多いと思います。今作の目玉である、召喚獣は、なんと380種類以上用意されていて、それぞれスキルやジョブが異なります。3D モデルのクオリティも非常に高く、開発の技術力の高さが伺えます。召喚獣は、光、闇、火、水、風の5つの属性が存在し、敵の属性の相性を見ながら、召喚師と召喚獣3体がチームを組んで戦闘に挑んでいきます。プレイヤーである召喚師は、ボルビア、キノ、クリフの3人から選び、キャラクターメイキングも可能です。日本語対応で、PC 版もあり、お金も稼げる可能性があるということで、私も賛成します。私の予想では、対人戦のアリーナバトルで勝利すると、仮想通貨トークンを稼げる要素も追加されるのでは？と考えています。そのためにはやはり、レベルやスキルの強化が必要になってきます。配信前に事前登録をすると、召喚獣を召喚できる星4選択チケットや制服セット、ゲーム内で騎乗できる乗り物、春の花うさぎなど、豪華報酬を獲得できますので、概要欄のリンクよりどうぞ。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。